現在運用中のゴーズゴーズは1975年から利用を続けているアメリカ合衆国の正式小衛星シリーズである。通常は気象衛星として紹介とされるが気象だけでなく太陽からの X 線など地球を取り巻く環境を広く観測する人工衛星である。ゴーズはアメリカ航空宇宙局が開発と打ち上げを担当し、 アメリカ海洋大気庁によって運用されている。ゴーズは基本的にアメリカ大陸上空の東西に一気ずつ配置され、成七75度にゴーズイーストが、成百135度にゴーズウエストが配置されている。太平洋側にて運用予定のゴーズマイナ -17 アノアは2016年11月19日にゴーズ R を打ち上げ、二千十七年十二月十八日より、 大西洋側のゴーズイーストとして運用を開始した。またゴーズ s を2018年3月1日に打ち上げ、2019年3月12日より137.2度 W にて運用を開始した。これまでのゴーズシリーズと異なり、観測機器が大幅に更新され、ゴーズ n シリーズより大型化、そして大容量の電力に対応した。製造は ロッキード・マーチンである。アヒは、ゴーズ・ R シリーズで使用するアビのうち波長帯域を改造したもので、結果的にアビに先行する形で使用が始まった。アビによる観測では、ゴーズ・ N シリーズまでと比べて拡張されている。観測間隔は、全球観測にて3時間、回から10分、回に増強された。また、アメリカ本土地域の観測が30分。 海から5分、海に増強され、新たに、ターゲット観測も高頻度で観測できるようになった。ソーラーウルトラバイオレットイメージャー、エクストリームウルトラバイオレット X、レイ・レイディアンスセンサーゴーズマイナス -16 は、これまでのゴーズ、N シリーズから移行し、大西用側での運用を開始した。高頻度観測ができるようになったことで、熱帯低気圧よび前線上で発生する大規模な、 赤乱雲に伴う悪点の監視に貢献している。アビ及び GLM による観測で重大な障害は起きていない。ゴーズマイナス -16 に障害が発生したときは南米北部上空に待機しているゴーズマイナス -14 が使用される。ゴーズマイナス -17 は運用開始当初ゴーズマイナス -15 との併用期間が設けられた。これは移行に際して太平洋側に向けられている。 設備の更新が遅れたためである。この影響で、ゴーズマイナス -15 との併用が半年も受けられ、その間に、設備の改修などが進められた。通常運用されていたゴーズマイナス -17 のアビにて2019年春、近赤外、水蒸気波長帯、赤外波長帯にて土地上として画像が乱れる症状が、発症し、一時的にゴーズマイナス -15 による観測に、切り替えられた。 原因は、アビのセンサー冷却用ヒートパイプに封入されている冷却剤の流動性低下により冷却ができずに、センサーの温度検知能力が低下することが判明した。低下の時期が、太陽の直射光がセンサー内に入る春季周期の夜間に起こることが判明し、その間の観測運用が変更されることになった。当該期間中はマイナス1 5による、 イメージャー観測が実施される状況にある。太平洋側で運用のゴーズマイナ1 5五ゴーズ n は試験を兼ねながら運用を開始した。基本体系はマイナス8から12を継承しているがマイナス1 2で初めて搭載された C イメージャーがすべてに搭載される。衛星はボーイング社が開発、製造する。当初4機製作し、 打ち上げる予定であったが2006年現在3期打ち上げに変更された。理由はゴーズ R シリーズの打ち上げ時期と重なってしまうため、電力も大幅にアップし、現在使用される電力は最大2ットクラス衛生食事でも維持できるよう、バッテリー容量も大幅にアップしている。ゴーズ s は当初予定より五ヶ月遅れ2 0 0年五月に打ち上げられた。 2010年4月より宇宙環境観測を開始している以外、待機モードで運用されている。2010年には GOES-P が打ち上げられ、性能試験を行っている段階で、スタンバイモードで運用される。GOES の観測機器は大きく分けて4つある。GOES-7 までは衛星をスピンさせないと実質スキャンできなかった。GOES-8 以降、 衛星に問題がない限り、地球側にイメージャーを向けられるようになったこと、箱型ユニットになったことで、スキャンミラーを、ある方向に調整して観測できるようになったので、特定の地域だけ撮影することができるようになった。バー及びビザーでは、衛星自体がスピンしているので、スキャン開始位置を特定することが単純ではない。そこで、スキャンミラーにランプの光を当て、 スキャン開始位置を特定する方法が取られている。1981年に打ち上げられたゴーズマイナス5と GMS- にはランプの故障が原因で観測自体に露骨な影響を受けた。日本の MTSAT で言われるイメージャーはゴーズで使用されるイメージャーが基本型になっている。MTSAT との違いは観測する波長帯の違いがあり、 GMS からゴーズへの観測切り替えの際に波長帯に依存する観測統計要素をやむなく中止した。各機のイメージャーはマイナス8から15以降が ITT 車精、すでに気象ミッションを終了している MTSAT では MTSAT-1R が冷静音車精、MTSAT-2 が ITT 車精でそれぞれ画像のディテールや 気候上の違いがある。MTSAT シリーズでは、打ち上げに失敗した MTSAT-1、MTSAT-2 は ITT 社製でゴーズシリーズとほぼ同じである。MTSAT-1R は、MTSAT-1 の打ち上げが成功していた、バイ MTSAT-3 となる衛星で、赤外領域の分解能は、MTSAT-2 よりも高い分解能を持っているが、 無線の帯域制限、速度制限による制約があるためダウングレードされた。セムはゴーズの初号機から運用されている。プロトン、家電粒子、X 線線量、磁力などの観測を行う。これらの情報は電波上乱、衛星の運用などに利用されている。ゴーズマイナス -12 までは2個のアースセンサーで地球を捉え、姿勢制御を行っている。しかしながら、 太陽光を浴びた場合に姿勢制御が甘くなる欠点があるためゴーズ、N シリーズからより姿勢制御の精度を上げるために極軌道衛星などで搭載されているスタートラッカーを使用した三軸姿勢制御方式が採用された。イメージャー及びサウンダーの性能はすでに運用を終了しているゴーズ9から12までと同じ性能である。分解能はゴーズ O、P では 長波側の赤外画像で分解能が向上する。X1 フレアー発生直後の C 画像ゴーズ -12 から搭載された C イメージャーはマイナーチェンジが施された。画像の分解能はゴーズ -12 と比べ格段に向上。画像も3種類。少なくとも太陽表面のコロナホールやフレアーの状態はほぼ常時に近い観測ができるようになる。分解能は ゴーズマイナス -12 と比べて、精細度が非常に高く、イメージ的には双方に近いディテールのような画像が得られる。2006年12月5日にあった、太陽面爆発で、ゴーズイコール13の CCD に障害が発生、撮影された画像の下側に横筋が残る。2009年2月に実施された、性能確認観測でも横筋が残っている。 現在はレベル -1 画像で画像処理が施され、レベル -0 の画像に見られる横筋は完全に除去できていないものの実用上の支障が出ないような処理が行われている。ゴーズ -15 では経年変化による画像上に現れる横筋が増加している。打ち上げから太平洋側、大西洋側のゴーズで問題が発生した時のために待機していたが、 ゴーズマイナス -12 の推進材漏えいがあったことなどから2010年4月14日よりイメージャーサウンダーでの観測を開始し4月26日より大西洋側での運用を開始したゴーズマイナス -12 は推進材のリークが発生したことから南アメリカ観測に移行するゴーズマイナス -13 の2010年4月以降における障害は特に起きていないが ゴーズマイナス -16 の配備により大西用側の予備衛星として待機する。C イメージャーの障害があるため、C イメージャーによる太陽表面観測は中断したものの、否定上で観測は行われている。C イメージャー観測は、ゴーズマイナス -14 もしくはゴーズマイナス -15 が定常観測を行った。二千十七年十二月に打ち上がったゴーズ、R、の運用が始まったことにより、 2017年12月18日にゴーザ・アールに移行、整形60度に移動しバックアップ運用になる。その後ノアは、インド洋にて運用されているミティアサットマイナス8の、姿勢制御用燃料枯渇による観測弾が懸念されたところから、アメリカ軍などと協議を行い、2019年7月から、インド洋へ向けて移動させ、2020年2月中旬から、 インド用上空統計61.5度にて観測を開始。合わせて衛星の所管がノアからアメリカ宇宙軍に移り、スピン方式時代のゴーズ4から7ゴーズマイナス7までは衛星の姿勢を安定させるため、衛星自体を回転させて安定させるスピン方式が採用されていた。日本では GMS シリーズがこれに該当。現在でもヨーロッパのミティアサットや 中国の FI-2 シリーズがこの方式。ゴーズ -8 から地球センサーで地球を捕捉して、ホイールで姿勢を制御する三軸姿勢制御方式が採用された。スピン安定方式だった3号機までは、雲の厚さやすい蒸気量、高度ごとの温度を測定する機能は持たず、ビスアのみで観測を行っていた。4から7号機との違いとしては、 地球方向にパラボラアンテナを試行させる機械式デスパンアンテナを有しておらず電気的にアンテナを切り替えることで電波を地球方向に試行させる電気式デスパンアンテナを採用していた外観上はヨーロッパの第一世代の気象衛星メテオサットと似ているゴーズマイナス4から7号機もスピン安定方式を採用日本も アメリカからこのタイプの設計を導入したため、ひまわりと外観が似ている。このシリーズより場に切り替えられたため、コードごとの温度、湿度を測定することができるようになったが、サウンダーはイメージャーとは独立しておらず、同時に観測する方式だったゴーズマイナス4までは順調に観測が行われていた。1981年に打ち上げられたマイナス5は、 運用開始当初から場の状態が良くなく観測される画像に障害が出ていた。後に判明したのはスキャン開始位置を特定するためのランプのフィラメントが切れたのが原因。この影響で画像の開始点を決定づける同期信号の抽出ができなくなり観測画像が得られないことから1984年6月29日に観測をやめている。 ゴーズマイナス6となる予定だったゴーズ G は、1986年に打ち上げられたが打ち上げに失敗。ゴーズの大西洋側、太平洋側の2機での観測ができなくなり、衛星を移動させる通して、綱渡りの運用を行うことになる。1990年代になって、ゴーズマイナス8以降のイメージャー開発の遅延もあって、寿命末期に来ていたゴーズマイナス4。 ゴーズマイナス6が相次いでダウン。1991年にはヨーロッパの気象衛星ミティアサットマイナス3を借りて、大西洋側をミティアサットマイナス3にて、太平洋側にゴーズマイナス7を配置して観測を行うことになる。ゴーズマイナス8の配備によって、大西洋側、太平洋側での観測が行われた。第2世代のゴーズ。 M5s-8 以降は三軸姿勢制御方式を採用し、設計が全面的に切り替えられた。サウンダーはイメージャーと独立した観測装置として搭載されるようになり、観測精度が向上した。体制用側の成型75度に静止して観測を開始。このシリーズの最初となる。ハリケーン・アンドリューなど、 大型の熱帯低気圧の観測で威力を発揮した。2003年1月に設計寿命10年に近づいたことからゴーズマイナス -12 と交代し、統計165度へ向けて移動。その年の5月に軌道離脱、すべての運用を終えた。ゴーズマイナス -9 は三軸姿勢制御方式を使ったゴーズシリーズの2号機である。観測機能はゴーズマイナス -8 とほとんど変わりはない。 運用開始後に問題になったのが、撮像系による可視画像でイメージャー及び周辺機器からのノイズが大量に混入し、観測された画像の信頼性が低下した。特に夜間で顕著に現れた。その後、姿勢制御を行うための2台あるモーメンタムホイールの1台が運用できなくなったことから、1997年に、 打ち上げられたゴーズ -10 と交代し、予備衛星として待機した。1999年の H2 ロケット8号機、打ち上げ失敗に伴う日本の次期気象衛星 MTSAT の運用開始の遅れのため、2002年頃には、老朽化していた日本の GMS-5 での観測の続行が困難となってきた。このため、日本の気象庁はノアから、 大気中のゴーズマイナス9を借り受け、2003年5月下旬から本格的な観測を開始した。観測スケジュールは、ノ、NO、アがその当時、日本が MTSAT で計画した観測スケジュールを採用する形でスケジュールを組み立て、そのスケジュールに日本側の処理時間を組み入れた形で調整を加えて運用を開始した。2005年6月下旬により、気象衛星として、 MTSAT-1R の本格運用が始まったことから2005年7月中旬には日本におけるゴーズ s 9からの観測データの受信は停止した。日本が MTSAT-1R の本格運用を開始した後も米国海洋大気庁が独自で観測を続け台風シーズンがほぼ収束した2005年11月19日に一部の機能を残して観測を 停止2007年6月14日から15日にかけて衛星の全機能を停止させて運用を終えた。気象庁はこの大体運用中ゴーズ -9 の愛称をパシフィックゴーズとしたがひまわりほど一般的に広まることはなかった。また NHK が気象情報で 気象衛星からの雲画像を表示する際に気象予報士がひまわりからの映像と説明していたがゴーズでの運用中は気象衛星からの映像と置き換えていたゴーズ -9 のピンチヒッターの役割を担って太平洋側で観測エルニーニュなどの監視に貢献している2006年5月に設計寿命に近づいたこともありゴーズ -11 に交代 南アメリカの気候監視支援のため、成型60度に向けて移動し、南米の観測を24回、火で観測を行った。寿命末期となり2009年12月1日に、軌道離脱した。2001年に打ち上げられた衛星、ゴーズマイナス1 2で、初めて C イメージャーが搭載された。太陽を X 線波長帯で直接観測できるもので、太陽活動を常時監視する。 2003年10から11月にかけて大規模に太陽面爆発発生した際、その直後から C イメージャーの一部故障。2006年9月に入ってフィルター制御系に障害発生し、イメージャー観測ができなくなっているが、2006年10月頃からテストモードで観測を再開したものの状態は良くなく、2007年4月19日より C イメージャーによる観測を中止している。 2007年12月4日には、姿勢制御中に1台のスラスターから推進剤が、漏れ姿勢制御ができなくなった。この事故から、姿勢制御ができなくなり、漂流、翌日からおよそ2週間の間、南アメリカ観測支援中のゴーズマイナス -12、大西洋側の観測を一時的に肩代わり観測を実施。その間に原因究明を行った結果、ラッテベビーが、 原因ということで使用しない措置を講じた。12月11日より正規位置に戻す姿勢制御を実施し、12月17日より運用を再開した。その後の調査で推進剤供給ライン自体に深刻な問題を抱える結果になった。2008年12月14日には当初の予定では姿勢制御を行う予定であったが、開始前に スラスターから推進剤漏れ出し中止となった。翌日から大気衛星として、成形度1 0るゴーズにあるス十三が1 3がマイナス1 2に代わって観測と関係するデータの配信運用を開始している。2009年1月5日15アトックより観測、データ配信を再開している。姿勢制御用の推進剤が漏れるため、運用計画を変更ゴーズマイナス十が、 観測していた南アメリカ向け観測に移行させる。2010年4月に大西洋側の観測をゴーズ -13 に移行。2010年5月中旬から南アメリカ観測を観測していたが、2013年8月16日に軌道離脱した。ありがとうございます。